フェルナン・ペレーズは、スペイン出身の祖父を持つフランスの画家である、パリで生まれた。祖父は、スペインのコルドバからパリに移ってきた画家で、父親のレーモン・ペレーズは、画家、イラストレーターで、おじのフェルナン・ペレーズ・ド・コルドバも画家であった。兄のジーン、ルイス・レーモン・ド・パレ・でコルドバ・ディ・アギラーもシャリモーの、名前で、画家、イラストレーターとして活動した。父親から絵を学んだ後、 エコールデ・ボザールで、アレクサンドル・カバネルやアドルフ・イボンの学生になった。パリの美術学校で美術教師を務めた。1866年からサロンド・パリに歴史画を出展した。1880年代に入って、自然主義の画家、ジュール・バスティアン・ルパージュに影響を受けて、貧しい人々の姿を描くようになった。代表作には、物乞いの子供や、 カルワザ氏、クリミス・イミセアーズ、レ・ソルティン・バンクエスなどがある。1896年のサロンド・パリに出展するが、審査員にも観覧者にも作品が不評であったことに、失望して、作品の制作は続けたが、展覧会に出展することはなくなった。100年ほど経って、再発見され、2009年から2010年に、パルシリズ・プティ、パレ美術館で開古展が開かれた。 ありがとうございます。